活水中学校、高等学校は、長崎県長崎市宝永町に所在し、中高一貫教育を提供する私立の女子、中学校、高等学校。高等学校においては、約30名が中学校からの内部進学、約100名が入試を経て入学する、併設混合型中高一貫校。明治初期に開校都市で設立された、ミッションスクールの一つで、関西より、 西の西日本では最古である。高等学校では、普通科でありながら、音楽の専門的な科目を履修する、普通科音楽コースと、英語の授業を中心としたカリキュラムの英語科が、設置されている。原爆で損壊した鎮西学院校舎。戦後、同学院より譲り受け、大規模な修繕を行った上で、滑水学院中学、高校一号館となった。現在の高知には、 太平洋戦争中までは鎮税学院が所在していた。2011年まで使用された本校1号館は当時原爆投下の被害を受けた後に修復されたものである。同館は1998年に長崎市から B ランクの被爆建造物に指定されたが、学校側は老朽化と耐震性などを理由として、 早ければ2011年に取り壊す予定であることが2009年7月に報じられた。保存を求める声も上がっていたが、長崎市の田上市長は、学校はできるだけ痕跡が残るような形を検討すると、前向きに考えてくれていると取り壊しを容認する見解を示した。上記報道通り2011年に取り壊されることとなり、同年2月に、 投稿者での最後の卒業式が行われ、7月より取り壊しが開始された。解体工事中の同年9月、敷地内の地下から戦争中の防空壕の遺構が発見された。校舎解体後、跡地はオブジェを廃した芝生の広場となり、校舎の外壁の一部が保存されている。解体中に発見された防空壕跡は安全と費用の両面からの判断で埋め戻されたが、 今後その存在を示す予定としている。ありがとうございます。